グロい系なぜ好きなのかっていう、うん、遠藤のその理由もアンケートで書いてくれてるんですけど、どうして人を殺したりする衝動を抑えられないのか、映画に描かれていないその人の人生を自分なりに考察しながら見るのが好き、犯人だけじゃなく殺される側の人のギリギリの心理状態にも意味があって見ていてワクワクする。すごい、今横でまさかの手叩いてるやつがいました。なんでですか、あの子が一番怖いんですけど、あの子がなんであの子手叩いてたのか親玉だからね、最後ようこそこちらの世界へって